ここ創業祭今日やってるんですが、28年経つそうです。やっぱりね、一生懸命努力して頑張ってやってるといいですよね。多分その日にね、理事さんなんかいると思うんです。代表がさっきいたんですがね、ハトさんちょっと来てしゃべんないね。理事の鈴木初夫さんって若干19歳です。あ、違う、49歳、59歳、初夫さん、ほら、ハクハク、ほら、一言だからね、一言。こんにちは。新次さんの語り部が好きでね、来てくださいと。何がいいかっていうと、片言の訛りが入っておりますね。こんなに面白い語り部の方は結構よさこいのチーム見てるんですけども、新次さんのような語り部の方がいなくて、去年ですか、初めて来られた時に語り部なんだっけシャニーとしとったお嬢さんみたいだったね。だね、犯人が。いや、そこまで言ってないけど。そういうことで。本当に28年、おかげさまで、比嘉様サンクセンターは28年っていう年を迎えました。私に来てるかどうかは分からないですけど、50年まで持ってもらいたいなと思ってました。そうだね。で、まあ、よさこいの方々の今後ともですね、こっち見ている今後ともですね、機会があったらぜひ何回でも来て、踊ってください、本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。実を言うと、さっき八頭さんとか言って、八頭さんとこ呼ぶからにって、ね、お願いしてましたか。はい、よろしくお願いします。はい、声かけてもらってね。はい、ありがとうございます。はい、はい、それではですね、早く踊っぺって言われてましたので踊りましょう。はい、総踊り行くよ。はい、構え、なんだかわかんないけど、あ、ほんだ、飽きた、いやさか飽きたな。はい、行きます。はい、それではどうぞ。はい、はい、お嬢さんここにお嬢さんが二人いるんです。歓迎こそ確認です。レッツゴyou
お兄さんの名前聞いてでもいいですか。お兄さんお名前教えてくださり。はい、藤沢っちの方です。小林さんだそうです。藤沢さんも小林さんっているんですね。はい、そういうことでね、皆さんもこう飲み物飲みながら、こう見ていただけるとありがたいですね。とっても暑いです。そんな中でこう踊る方はもう多分もっと暑いんだと思うんだけど、一生懸命皆さん頑張ってくれてますので、はい、何でもいいから、じゃあ、はい、あのね、次、何だっけ、大乱舞、うん、大乱舞っていう曲をね、踊らさせていただきますよ。皆さん、楽しい曲だからね、これ青森だったね、ね、青森の曲でございますよ。はい、あの、ハムレさん大丈夫か、こんなボンテン大丈夫か、パオパオどんどんこんな、あちこち来てればいいから、こんなね、天気のいい日ね、いいですよね、皆さん何日でんだかちょっと俺も分かんないけども、はい、あのこれから多分こうやってね、マスクしながらも祭り始まるんだと思います、青い車、あ、ワゴン